で、ガクトさんってそのずっと勝ち続けてるっていうイメージが、輝かしいところしか、まあ、見えてこないじゃないですか。そんなことないよ。もうお金が入った瞬間にその事務所の社長、はい、おかしくなるし、うちのメンバーさらわれて監禁されるとかね。え、どうするんですか、監禁されると。職質っていうか、こう警察に中開けられたら間違いなくなんだこれってなりますよね。捕まった。捕まったんですか。捕まった。その時に、まあ、メンバーに言ってたのは、な、見ろと、やっぱ拳だろ。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はですね、前回に引き続きガクさんにまたいろんな話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日は NG なしということでお願いできればと。はい。まあ、いつもね、NG なしで喋ってもらってこっちでカットしてるんですけどね。今日はですね、今回の本を作るにあたって、以前ガクトの勝ち方って本出したじゃないですか。でガクトさんってそのずっと勝ち続けてるっていうイメージが、仲間が多いみたいなイメージが常にあると思うんですけど、なんかこの前ガクさんにお話を聞いたら、いやそんなことないよ、負けの連続だよとか、裏切りとか負けとかすごいあるっていう、なんかこうお話を聞いて、それがすごい意外だったので、今日はなんか NG なしでいろんなガクトさんのそういう意味では敗戦期とか、こんな目にあったとか、こんな裏切りにあったとか、そういった話とかも聞いていければと。あることないこと、いろいろスキャンダルされるじゃないですか。もう話せる範囲で、実際はこうなんだよっていうのも、だからもう場合によっては全部話そうか。場合によってはそのスキャンダルの内容のそのあれの次第によっては、本のタイトルがガクト年明け逮捕っていうようなタイトルに変わるかもしれないですけど、あの本当に言いたい放題だよ、ね。本当に友達としてどうかと思うよ。いや僕ね、あんまりそのスキャンダルのことに、僕週刊誌とか読まないんで正直あんま知らないんですけど、でも、まあ、まずはそのスキャンダル方向よりもその音楽活動から始まって今に至るまでのところで、まあ、いろんな事件とかいろんな大変なことがあったと思うんですけど、それをちょっといろいろお伺いできればなと。何が聞きたいわけ。なんか僕らのイメージで言うと、ガクさんってもうデビューした時からもうボンとそのブランディングもされて、すごい華々しいデビューをして、そこから CD も売れ続けて、なんだろう、俳優業とかビジネスとか全部こう成功し続けてる、輝かしいところしか、まあ、見えてこないじゃないですか。そんなことないよ。ですか。本当に例えば、はい、その音楽っていう意味で言うと、はい、まあ、僕は当時移籍をね、バンドからソロになったタイミングで、まあ、いろんなレコード会社の選定があったんだけど、はい、選ぶのはこちら側、ね、はい、でどこにするっていう話をした時に、もちろん強いレコード会社はいっぱいある、うんうん、大手ってことですかね、うん、だけどよく言われるんだよね、なんでクラウンを選んだのって、うんうん、当時はすごい言われたわけ。みんなそこ不思議なんだろうなって。なんでそこを選ばれたんですか。大手の中の例えばソニーだったりとか、他のいわゆるその J-POP をやってるところや J-ROCK を扱っているところで、はい、契約の内容を比べた時に、はい、結局のところじゃあ CD の枚数が売れることに対しての実際の見入り、入ってくるお金、結局うちは個人事務所じゃん、はい、みんな抱えていかなきゃいけない、うんうんうん、特にメンバーに対する支払いとかはもう僕全部自分でやってたから、うん、あ、そうなんですか、うん、事務所じゃなくて、あ、じゃあ契約はガクトさん個人でして、バンドはガクトさんがこう抱えるみたいな感じですか。そう。それってすごい珍しいんじゃないですか。うん、珍しいね、うん、すごく。結局のところ、じゃあ見入りって何なのって話なんだけど、うん、みんな印税印税って言うんだよね、はい、一言で。そうですね。印税ってじゃあ何パーセントって。歌唱印税と作曲印税、ね、作詞作曲印税と歌唱印税が別々に発生するんだけど、うん、歌唱印税と作詞作曲印税がアーティストが受け取ることのできる印税なんだけど、
これが他の大手のレコード会社がマックスですって言われるパーセンテージの5倍を5倍ほうクラウンと契約して結んだんだよ。へえ。つまり何が言いたいかっていうと、5倍ってことは僕が50万枚売ったとしたら250万枚売っているアーティストと同じになるんだよね。すごく僕が危惧してたのは、自分の音楽に対してこうやらないと売れないとか、こういうことをやらないと売れ線にならないみたいなことっていうのはレコード会社多々あるんだけれども、当時は特にね、カラオケがもう本当にメインのビジネスだっていうのもあったから、まずその曲をこうしろああしろって言われるのがもう嫌だったっていうこともあって、そこもやっぱ条件に入れて口出したやりたいことやると。だから実際に大手の中のワンオブゼムよりもクラウンみたいなロックを抱えていないバンドのトップでやる方が融通が効くっていう判断だったんだよ。なるほど。でも一方でその大手で契約しないことによるデメリットというか、あるある、いっぱいあるわけですもんね。まずレコード会社ってそれぞれ事務所も含めてなんだけど、発売日って呼ばれるものをずらすのね、チャートに乗るように。そこに入れない。じゃあそういう情報ない中でもう出すしかないっていうことですね。そう、やるしかない、だから必ず当てられる。だから1位取れない。そういうのがあるんですね。あるある。だから本当に過去に1回、僕1位取ったの過去に1回だけ。あれ CD の連続記録とかありませんでしたっけ？ CD の連続記録はオリコンで発売したタイミングで10位の中に入るっていう連続記録は、僕は日本のソロシンガーではトップなんだよ。はいはい。それは誰にも抜かれてないし、何枚か忘れたけど40多分何曲連続でチャートインしてるんだよね。めっちゃすごいことですよね。まあでもそれはレコード会社が誇ることであって、ただ僕にはあんまどうでもいいことというか、そう、別にそこを目指してるわけでもないし、でじゃあ1位取ったことあるのって言われたら1回しかないし、そういう意味で言うとその大手の中に阻まれて、いつもいつもそういうことがあった。で、実際にそれ気にしてたかって言われたら、そこ目的じゃないから、正直どうでもよかったし。で、よくみんなね、なんでガクトあんなに金持ってんのとか、はい、なんであんなにステージに金かけれんのとか、ってよく言われたんだけど、まずそのレコード会社との契約体制が全然他のアーティストと違うっていうことと、他のアーティストでやっぱ横のつながりがあってさ、そういう話とかになるじゃん、やっぱその数字を言うとみんなドン引きするもんね。例えば年間契約っていうか契約金もあるじゃん、2年契約とか。2年契約のその契約金もおそらく破格だったと思うんだよ。普通のアーティストは多分そんな契約金ないと思うんだよね、そこまでの。僕1回の契約金が数億あったから、っていうのもあって、もちろんその契約金全部が僕に入るわけではないけど、それも含めてその金額から今度はステージにお金かけれるじゃん、っていうのもあったから、僕のステージは他とは類を見ない演出ができたし、やっぱり演出しようと思うとお金かかるしさ、そういうところを考えて僕は選んだっていうのが一つ。普通なんかアーティストの人だと、まあなんか例えば1回目の事務所での失敗を経てそういうのを気をつけるようになるっていうのはあっても、その若い時のスタートから契約条件であったりとか、そういったところまでこだわって契約できる人ってなかなか少ないんじゃないですか。まあ、そもそもその契約 してもらえれば御の字みたいなところ、本来であればスタートアップの人ってそうなはずじゃないですか。その前にガクさん の, そのブランドというかをもう気づいてからそういう契約に入ってるわけですよね。一つはもうね、本当に現実としてその当時ずっと思ってたことだったんだけど、年間400組のアーティストがデビューするんだよ、で5年後に1組残ってるか残ってないかなんだよ。狭きもんですね。10年残るってないんだよね、ほぼ消える、ほぼ
でみんなはその残った人たちだけを知ってるっていうのがほとんどで、はいはい、最初からそのスタートを切らなきゃいけない僕らからするとプレッシャーとかさすごいんだよ、うん、だってメンバーも食わしていかなきゃいけないし、うんうん、で個人事務所だから、うん、関わるスタッフも全部食べさせていかなきゃいけないわけじゃん、うんうん、でとにかく最低でも10年はランニングができないとビジネスとして意味がないって思ってたから、うん、26の時にそれを思って、はい、その中でレコード会社も選んでっていうことをやって、うん、ただまあそこからじゃあ順調に来たかって言ったらそんなことは全然ないんだよね。まずもう自分のやっぱ個人事務所だったからさ、もうお金が入った瞬間にその事務所の社長、はい、おかしくなるし、あ、目がくらむってやつですか。そうそうそう、はい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 、もうまあよくある話だけどね。で、あーあーっていう。それはあれですか、持ち逃げしたとかそういう話。いやいや、もうおかしくなっちゃったんだよね、やっぱお金で。なんだろうな、このままだとみんな潰れるなっていうことがいっぱい起きて、当時の社長がね、使っちゃうってことですか。まあそうね、使うのもやばかったし使い方も変だったし、うん、でどんどん暴君になっていったし、で割ろうって決めて、2000年の4月に1枚目出して、で2枚目をバニラかなんか出して、でそのバニラ出した後に僕についてくるやつだけ残して事務所からほとんど引き連れて出たんだよね、はいはい、まあでも当時は揉めた。そういうのってどういう揉め方をするんですか。まあね、今だから言っちゃいけないこといっぱいあるんだけどよくああいうじゃん、あの芸能界ってよくこっち系とつながってんじゃないか、はいはい、とかね、はい、ズブズブですよズブズブなんですね本当になるほどなるほど、ズブズブですよ当時は特にね。うーん、だってまあ興行っていうぐらいだからね、はいはい、ズブズブですよ。それはもう音楽業界に限ったことじゃないね、どこもそう。じゃあそこが嫌がること、まあ、独立とか連れて出てくとかっていうことってことは、その人たちと直で対決しなきゃいけないですね。あ、もうさらうさらわれるしょっちゅう。もうさらうことはないけど、さらわれるっていうこと。1個目がさらうでしたよねさらわれるっていうことはあったね。え、ガクさんがさらわれたことあるんですか。僕はないね。あ、じゃあ、まあ、うちのメンバーさらわれたりとかあったね。そんな笑い事じゃないですうちのメンバーさらわれて監禁されるとかね。あった。え、どうするんですか、監禁されると。考えを変えない限りは監禁するぞみたいな話になるんですか。まあまあまあ、そんな感じじゃない。大変だったねなるほどなるほど。笑って言ってるけど、うん、笑って言ってるけど、本当当時はマジで大変で、はいはい、まあ、これもちろんテレビとかじゃ言えないんだろうけど、いつ襲われるか分かんないような状況だから、はい、うちのスタッフもメンバーもピリピリじゃん、はいはい、で当時はダッチラムっていう10人乗りの移動車を使ってたんだけど、はい、全員移動できるように、まあとにかく大きい車だよ、はい、本当に笑える話だけど、その大きい車にいつ襲われてもいいように特殊警棒とスタンガンが死ぬほど積んでたそれでも職質っていうか、こう警察に中開けられたら間違いなくなんだこれってなりますよね。捕まった。捕まったんですか。捕まった、うちのドライバーがどうなったんですかそれ。そのまま所轄の署に連れていかれて、はい、で事情説明して、で僕も、まあ、知り合いに連絡して、でちょっとうちのドライバーが捕まったんだけどちょっと助けてほしいんだよねみたいなで事情説明して、まあ、警察の方も理解してくれて、でもこれを所持するのはやめてくださいと。おうおう、警察に説明するときは今拘束中なんでみたいなことですよね。いや、拘束中とは言わないけど、はい、まあ、ちょっと身の危険があるんでとは言うよね、はいはいはい、で、まあ、これこれこういう事情でこういうことがあるんでご信用か、はい、持ってますっていう話をして、没収されたものと返ってきたものはあったけど、はいはい、うん、でもまあ基本的にそれは車の中に置かないでくださいっていうところで、でも逆にそれが一つのつながりとなって家の周りとか警護してくれるの。ああ、そうなんですね、
没収されるものと返ってくるものの境って何ですか、殺傷能力。やっぱあれじゃない、柔道法違反に引っかかるか引っかからないかじゃない。ああ、なるほどなるほど、うん、でだいぶ引っかかってたんですね。引っかかってたね引っかかってたものが8割だったの。8割なるほど。じゃあ2割で戦わないといけないわけですね。そうだね、うん、なるほどなるほど。その時に、まあ、メンバーに言ってたのは、な、見ろと、やっぱ拳だろ鍛えろと、うん、その俺は弱いからスタンガン置いてほしいとか、それじゃ戦えないぜっていうところからはい、はい、メンバー全員がトレーニングするようになった、ね、そっからなんですね。そっからだね。へえ。年明け逮捕か、前代未聞の問題作。ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部。真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言した。これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し、客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる。ガクト敗戦記、2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.